はい、はい、どうもこんにちは。ポンズ野郎です。はい、瀬戸です。はい、うさぎ、うさぎ、内山。はい、もつ鍋払いたいです。支払い男気じゃんけん。美味しかったですね、おつなめ。今回いくらなんですかね。わかんないです。わかんないです。わかんないのが怖いです。わかんないです。本当に一番怖いです。結構有名なね、お店らしいんでね。はい。それでは行きたいと思います、男気。俺はチョキを出そうかな、勝ち停止。ああ、わかった。わかった。俺は了解です。行くぜ。最初はグッじゃんけんぽい。よしよしよし、いい感じだ。まだそのまま行く。マジか。違うか。全員一旦チョキにしたな。な一旦チョキってな、全員な。接触チョキポイ。ああ、痺れるね。これは痺れますね。痺れるね。接触チョキポイ。いやー、いいですね。瀬戸ちゃんか八山か。いや、払いたかったな。いや、俺も払いたかったよ。遅刻した人間に払わせれないっすよ。ああ払わせたくない。いや、逆に遅刻したんで払いたいっすよ。そうだな、うん、あるんだ、そういうのが、うん、はい、行っちゃうか、邪魔を、はい、行きましょう。よし、最初はグッジャケポイ。いただきます。おじちゃん、チェックで。おじい、チェックです。やられました。いや、瀬戸、マジで、ごちそうさま。やられました。ごちそうさまです。ありがとうございます。おじい、ごちそうさまです。申し訳ないです。いや、僕ですよ、僕ですよ。違いますよ、僕ですよ。待ってください。じゃあ負けるとか。いや、僕出したかったんですよ。ごちそうさまです。勝手にこいつに出したかったんだから。そっか、なんか負けてるから、なんかさね、払いたかったわみたいな感じ。そう、もうちょっと言ってほしいよ。言ってましたよね、僕ね。わーって、やられたって言ってましたよ。だってパチンコで勝ってんの。こいつパチンコ勝ってんだよ、さっき。しゃらくせえな。でもあのパチアで負けてたんですよ、僕と同じ。さ、うん、でも俺らは払いたかったよね。俺ら払いたかったんだけど、なんで負けたのかって考えたら、瀬戸さんが遅れたからです。ね、時間潰した。ちなみに、あのここ2軒目なんで、もつ鍋。だとしても予約した時間は決まってたじゃないですか。結局パチンコは行ってたんですよ。僕が早く来ようが来なかろうが、パチンコは行ってたんですよ。ホテルで絶対ゆっくりしました。じゃゆっくりじゃないや。ということです。ごちそうさまです。いい。お支払い額は、概要欄に記載してます。、はい、こんな